ジェームズ・シュガーボーイ・クロフォードは、米国ルイジアナ州ニューオーリンズの R&B、シンガー、ピアノ奏者、ドクター・ジョンなどがカバーした、アイコアイコのオリジナルアーティストとして知られている。シンガー、ピアニストのダベル・クロフォードは、彼の孫にあたる。1934年、ニューオーリンズに生まれたクロフォードは、市内のアップタウンで幼少期を過ごした。ニックネームのシュガーボーイは、 可愛い子を意味する、幼い頃の呼び名に由来している。1950年、ニューオーリンズのブッカーティーハイスクールに在学中、同級生とバンドを結成する。このバンドは、1952年にアラディンレコードより、シャウイーズの名前で、ノーアンツーラブ目、アーリーサンデーモーニングでデビューを果たした。翌1953年、チェスレコードとも契約するが、 アラディンとの契約が存続していたため、シュガーボーイザケインカッターズ名義での契約であった。同年、後に愛子愛子として知られることになる、ジョック・エイ・モーを参加のチェッカーレコードよりリリースする。この曲は、マルディグラ・インディアンのチャントに、クロフォードが曲をつけたもの。レコーディングには、スヌークス・スイーグリムがギターで参加した。 チェスで3枚のシングルをリリースした後、クロフォードは1960年代の前半までに、スペシャルティ、インペリアル、エース、ピーコックなどのレーベルからシングルをリリースし続けた。1963年、彼は自動車に乗って、バンドと共に演奏先へ向かっていた際、当時は違法とされていた黒人が派手な新車を乗り回していた、在で警官に止められた。 この際暴行を受け入院したクロフォードは同時に2年間の免許停止処分を受けた。クロフォードはこの事件により活動の中断を余儀なくされることになる。一度は復帰を目指したものの、1969年以降はゴスペルを歌うようになり、R&B からは身を引いてしまった。1995年、ダベル・クロフォードのアルバムレッド・ゼム・トークにゲスト参加し、 久々に元気なところを聞かせている。以後、ダベルと共に1996年のニューオーリンズジャズヘリテッジフェスティバル、2008年のポンデロサ・ストンプなど、いくつかのライブ出演を果たしている。2012年9月15日、病気のために死去。77歳没。ありがとうございます。